釣りを終えて次は昼食です。釣りをしてた場所でもいいのですが、どうせなら調査がてらキャンプ場へ行ってみます。カップ麺だけだと物足りないので近くのセブンイレブンでおにぎりを買っていきます。巾着田キャンプ場の隣にはセブンイレブンがあるので何か忘れても大丈夫です。筋子おにぎり一つ買ってきました。焼きおにぎりも買おうかと思ってたのですが、3つあって買えるだろうと思っていたら目の前でご婦人が3つ買われていき終わりました。あと甘いものが飲みたいのでオレンジジュース水筒に移し替えます。ほんと現代の水筒は冷たさが持続してよい。いざ巾着田キャンプ場へ。ここは彼岸花の群生が有名で、昔車できた時洗濯物を干すような庭が臨時駐車場になっていて、そこに案内されて驚きました。なんというか外から見える庭じゃなくて、とてもプライベートな場所で、ここに泊めていいのかなって感じでした。なぜここを巾着田というのかというと、駒川が大きく蛇行していて形が巾着みたいな形をしていて、真ん中に田んぼがあるからです。ぐるっと巡ってみます。自転車だと簡単ですが徒歩だと大変そうです。とりあえず川辺に到着。この辺一帯がもうキャンプ場かと。駐車場の状況を見てみます。今日は4連休の後の平日ですが、そこそこファミリーがいます。夏休みじゃなかったらもっと空いてるんじゃないかな。キャンプ場の利用は無料ですが駐車料金がかかります。1日500円で安いです。車の数がすごい。パッと見こんなに人がいるようには見えないけど、これ休日は早く来ないと無理じゃないか。ここを予定していて止められなかったら最悪です。まあ平日なのでちょこちょこ空きがあります。駐車場自体はかなり大きいです。自転車バイク乗り入れ禁止。河原に自転車置こうと思ってたのに。引き続き川辺を進みます。右手が彼岸花の群生地帯なので、この辺からは河原に降りることができない。自転車は河原に降りることができないので、この辺から川へアプローチすることはできそうにないです。最初の地点から入ります。駐輪場わからず、ここへ置いておきます。この辺の川は浅いので、小さい子でも遊べますね。座るのに、ちょうどいい岩がある。ここをキャンプ地とします。まあキャンプしないけど、お湯を沸かす準備です。
河原で風が強かったら沸かすのが大変なのでウィンドスクリーンを持ってきました。まあ岩で覆ってもよかったですけど。今回は初めてということで失敗のないカップ麺にしました。カップ麺に使う分の水を持ってきました。今こそベランダ飯で培ってきたものが生かされる時。湯を沸かすだけならもっと小さいクッカーでもいいな。この気候だとあっという間に沸きます。近くのセブンイレブンでお湯を入れてここで食べることもできますけどね。軍手持ってくるの忘れた。これ取っ手が熱くなるのがなんだ。仕方ないのでちり紙で。そのうち廃止されるというシールで留めておきます。正直そんないらないですけどね。これなくなることで安くなってくれた方がいい。ではカップ麺いただきます。ゆるキャンリスペクトでカップヌードルのカレー味。見た目だけはアウトドアしてるって感じです。まあどこで食べてもカップ麺はカップ麺だ。次回やるとしたらもう少し変わったものにしたい。オレンジジュースを飲む。すじこおにぎりいただきます。価格は156円とすじこの割に安い。やはりセイコーマートのすじこおにぎりがいいな。でもあれ300円は高いっす。いざ食べる場所と思って気づきましたが、みんな木陰になる場所を選んでるんですが、適当なわけではなかった。まあ私は日の当たる場所じゃないと撮影がしにくいので、どちらにせよ日の当たるところになりますけど。汁は捨てられないので全部飲み干します。ゴミ袋を忘れたのでセブンイレブンで袋を買いました。今回忘れたのは軍手とゴミ袋かな。とりあえず問題なくできてよかったです。きれいさっぱり、何の痕跡もないです。また長い道のりを帰ります。行きよりも帰りが大変だ。トイレも十分あるし、キャンプ場の利用料金無料だし、近くにセブンイレブンあるしで、ほんと初心者にはいい場所だと思います。行きに見かけて寄ろうと思っていたお店へ。お食事所、大豆屋さんです。平日なのに車がたくさん止まってる。買ってきました。豆乳ソフトクリーム300円です。甘くてうめえ。シャリシャリしててシャーベットみたい。ほのかに豆乳感も感じる。ここによって正解でした。というわけでこれにて夏休みスペシャルは終了です。ひこぼんの夏は終わった。ひこぼんチャンネルメンバー募集中。ここのメンバーをクイック月額490円でなれます。明日のひこぼんチャンネルの支えになります。